こんにちは。生体ニコニコセンターです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ということで今日は肩の痛みですね、についてお届けしていくんですが、肩が痛くてですね、伸びができませんと。伸びができませんという時の、対処法について今日はお届けしていきたいというふうに思います。で、今回はですね、これ質問をいただいておりまして、こう伸びをした時に、右肩がですね、痛いと。それで伸びができない。伸びをする。体操とかね、伸びができない。で、あとは、手をね、例えばこう、洗濯物を干したりとか、でこう高く上げようとすると、こっちが痛くて上がらない。っていう場合の、対処法を今日ですね、お届けしていきたいと思います。なので、今回のこの動画を見ていただきますと、この伸びが痛くなくですね、肩が痛くならないくなりますし、肩が痛くならずに手をね、上げれるように。上げられるようになっていきますので、ぜひですね、そういう風になりたい人はですね、見ていただくといいのではないかというふうに思います。ではですね、まず、この伸びができないとか、伸びできないとか、あとは手がこう上がらないときに、なんで痛くなったりとか、なんで上がらないのかっていう、この原因をまずお話ししたいと思います。で、その原因を取り除けば、必然的にですね、上がるようになりますので、まず原因を知っていただくと。その原因というのは3つあります。大きく3つあります。で、まず1個目はですね、肩甲骨が寝てます。そういうね、肩が痛くて伸びない人は肩甲骨が寝てます。寝てるっていうのは、肩甲骨ここにね、右と左とありますけども、それが、こうなってるってことです。これが寝てると言います。で、肩甲骨が立った状態っていうのはこういう状態。地面に対して垂直に立ってる状態。これが肩甲骨が立つという状態。で、肩甲骨がこうなってる。これが肩甲骨寝てると言います。肩が内巻きになってるとも言いますけども、こういう状態が肩甲骨が寝てる状態。これがまず1個目の原因になります。で、2個目、3個目の原因は何かと言いますと、こう寝ていることでですね、肩甲骨の外側と肋骨がへばりついてきます。肩甲骨が肋骨の上に乗っかってますよね。肋骨があって、その上に肩甲骨がペタッとついてます。で、その外側が特に、へばりついてます。で、そうすると動かなくなってしまいますので、伸びができないということになってしまうんです。なので、このへばりついてさらにここの筋肉が硬くなる。これが3つ目の原因になるんですけども、へばりつくのが2個目の原因。で、へばりついた状態が長く続くと、ここの外側の原因ですね。あと、バチですね。ここが、硬くなってくるんですね。筋肉が硬くなってきます。そうすると、筋肉硬い。骨もずれてる。へばりついてる。ということで、伸びできなくなってきますし、手が上がらなくなりますし、それを無理に上げようとすると、痛みになるということになるわけなんですね。なので根本的にこれを改善するには、肩甲骨がちゃんと寝てる状態が立ってきて、かつ、外側の、へばりつきですね、肋骨に肩甲骨がペタッとついてますから、そのへばりつきを剥がして、周りにある筋肉を柔らかくするという、この3つが3点セットで、大事になりますので、それをですね、まとめて、行うですね、今日は、エクササイズですね。肩甲骨の外側を剥がして、柔らかくして、さらに肩甲骨が立ってくるという、3つをまとめてやっちゃおうという、欲張りなエクササイズを今日はね、お届けしていきたいと思います。はい。ということで、このエクササイズね、寝っ転がって行います。まずこんな風に、仰向けにですね、寝ていただきます。よいしょ。ちょっと見えないようになっちゃいます。こっちにしよう。ちょっと配置を間違えましたね。もうちょっと寝かさないといけないですね。こうですね。よし。入りそうですね。こんな感じで仰向けに寝っ転がってください。寝っ転がりましたら、片方の手ですね、そっちが上がらないとしたら、上がらない方をこういう風に曲げます。90度に曲げてください。で、こっちの曲がってない方の反対側を、こうゴロゴロとですね、この腕に対して巻きつけるように転がっていきます。転がっていきます。で、この時に腕がね、こっちの腕が、浮こうとしてくるんで、浮かないようにこれつけたまま、手の甲ですね、腕の、外側ですね、ここが腕が浮かないように、手が浮かないようにしたまま、ここに巻きつくように、腕に巻きつけるように転がっていきます。で、いけるところまで行っていただいたら、そこでダラーと出せるんですね。ダラーと出せる。息はですね、息はゆったりとしていただければと思います。で、頭はつけといて、床につけといていいです。これぐらいしたらですね、ゆっくり元に戻ってきます。元に戻すときに、この腕がですね、床から浮かないように慎重にですね、戻していくと。で、あるところまで行ったら、どっかね、手首だったり、あと肩だったり、肘だったり、こういったところがね、浮こうとしてきます。こう、浮こうとしてきます。で、浮こうとしてきますので、できるだけつけた状態、ペタッとね、ペタッとつけた状態で、体を元に戻していくと。だけど、これ以上行くともう、ここが浮いてきちゃうなっていう場所がありますので、そこまで来たら止めていただいて、途中までしかいけないと思うんで、これ止めていただいて、また、こういうふうに元に戻していくと。こういうふうに腕に巻きつくように体を巻いていくと。で、いけるところまで行ったら、だーっと脱力します。で、この時に腕がね、どうしても浮いてくるんで、手首とかね、ここが浮いてくるんで、それが浮かないように、こっちの手でですね、こういうふうに押さえながらですね、押さえるって言っても、ぎゅっと押すわけじゃないですけども、こう、乗せといてですね、浮かないようにしながら、巻きついていくと。だらーっと脱力します。で、また元に戻していくということになります。これはですね、この腕が浮かない範囲で繰り返しやるんですね。巻いたり、解いたり、巻いたり、取ったりしていくんです。そうすると、肩甲骨の外側が、筋肉が柔らかくなってきて、それで、剥がれてくると。剥がれてくると肩甲骨が立ってきますので、これをやっていただくといいかと思います。で、ポイントはですね、この、巻き付け方がとてもポイントです。まず腕が浮かないようにしとると。これはまず基本なんですけども、それで、プラス、のり巻きのように体を巻いていくんですね。のり巻きってどういうことかというと、のり巻きして食べたことあると思うんですけども、そういう感じでですね、体をのりと、ご飯と具というふうに、思って巻いていくんですね。どういうことかというと、こっちの腕の曲がっている方ですね、こっちの体をこう、左右半分にしていただいて、こっち側、ね、腕が曲がっている方、ここがのりだと思ってください。で、反対側ですね、巻いていく方。この半身の、こっち側ですね。こっち側がご飯と具が入っていると思ってください。でちょうどご飯の、ね、海苔にご飯と具を置いて、で、その、置いたものをですね、海苔にこうくるくるっと巻いていきますね、海苔巻き。で、海苔巻きってこうキューッと巻きますよね。最短距離でキューッと巻いていかないと崩れるじゃないですか。そういう感じでですね、上半身と下半身がねじれないように、キューッとですね、のりに対して、こっちの半身のこっち側のりに対して、こういうふうに、のりに対してキューッとね、巻いていきます。頭は浮かないです。で、腕は浮かないように押す。ここに乗せといていただいて、キューッとね、最短距離で巻いていきます。でそうすると、肩甲骨の外側が非常にストレッチがかかり、剥がれてくるわけです。で、だらーっとします。で、感覚の人は、肩甲骨の外側、腕の外側、脇のあたりですね。そのあたりにストレッチかかるの分かると思うんですね。で、それがかかるぐらい、最短距離で巻いていくと。で、だらーっとしたらですね、また、海苔がですね、ここが浮いてこないように、海苔が浮いてこないように元に戻すと。浮かないところまで行ったらですね、また、これはどこまでいけるか人によって違いますので、まあ無理ない範囲でね、やっていただけたらいいと思います。で最短距離で海苔巻きをキューッと巻くように巻いていくと。で巻き切ったらだらーっとします。そうするとだんだんとこの海苔に対してご飯をね、いっぱい巻けるようになりますので、それぐらいやっていくとですね、肩甲骨の外側がどんどんね、柔らかくなり、剥がれてくると。いうことになります。これはペタッとつけ、のりだペタッとつけたまま元に戻す。最終的には上向いてもらったらいいです。5回ぐらいしていただくと。5回から10回ぐらいしていただくといいかと思います。で、これで万歳していただきますと、こっち上がりやすいですね。脇もスッとしてます。で、この寝た状態でもこっちの外側が特に肩甲骨外側がペタッとついているのがわかると思うんですね。それぐらい肩甲骨の外側ですね。これが剥がれてきて、筋肉も緩んできたという、ことになってくるわけなんです。でそうすると、これ立っていただくとわかりますけども、やった方の肩が下がってきますし、こっち側が胸が開いてます。ということは肩甲骨が立ってきたということなんですけども、まあこっちから見たときと、まあこっちと、ね、こっちの外開いてるね、後ろに来てると思うんですけども、そういうふうになってくるということになりますので、こういうふうにしていただきますと、徐々にですね、肩甲骨剥がれて、で、肩甲骨立ってきますので、ぜひこの、こういう曲げて、ゴロゴロ、キューッとゴロゴロね、巻いていってみてください。で、特に今、ね、伸びしたり、ちょっと手上げただけで肩がね、痛み出るような状態ですから、かなり、へばりついているというふうに思っていただければいいと思いますので、まあ、5回、10回やったら、まあ、効果は出ますけども、完全ではないと思います。完全に上がるようになったりとかはしないと思いますので、徐々に、じわじわ剥がしていくというふうにしていただくといいんではないかというふうに思います。で、またやってみてですね、わかんないこととか、こういう場合はどうしたらいいですかとか、あったらですね、またコメントやメッセージとか、LINE とかメール、あとは直接聞いていただけると嬉しく思います。ということで、今回の動画がいいなと思った人は、いいねマークとチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ということで今日はですね、肩の痛みでですね、伸びができない時の対処法ということでお届けしました。この方法はですね、実際私の整体院のお店でも、実際お教えしているものなので、ぜひですね、やっていただければと思います。ということで、本日もどうもありがとうございました。